ビッテンヘアデッケ大学の主要建築物、ビッテンヘアデッケ大学は、1980年に設立、1982年に博士号や、大学教授資格の授与計を持つ、総合大学として、連邦政府の認可を受けたドイツで、初めての私立大学。現在においても、私立大学としてはドイツ唯一の総合大学である。ドイツ西部のノルトベストファーレン州。 ビッテン市に所在する。学長はマーティン・ブツラフ。健康学部、経済学部、文化政策学部があり、2011年8月、現在の学生数は1350名、上勤の教職員数は444名である。志願者には、アビトゥア資格のほか独自の入学試験が課される。入学者数は、年間約270名、 学部卒業生数は年間約150名、博士号取得者年間約90名、教授資格取得者数は年間平均9名である。なお、卒業、修了生数は2011年8月までで2635名である。健康学部は主にルドルフ・シュタイナーの考えを色濃く宿した人々により、設立されたヘルデッケ病院との提携により、 特徴的な医学教育を行っていることでも知られる。予算規模は年間約2900万ユーロで、宇宙助成金が23.2%、付属歯会員収入が15.4%、受託研究費収入が13.9%、授業料収入が13.7%、寄付金が13.4%、その他の収入が20.4%となっている。 向上的な財政難に悩まされているが、教育、研究の両面で評価が高く、例えば経済学部は2007年のフォーカス氏の全独大学ランキングで4位に入っている。ありがとうございます。